あたり一面甘くていい匂いで溢れ返ってるな。あ、特にこのバナナ農園なんてフローラルで溢れ返ってるよね。いやいや、こっちの青リンゴだって丸くて大きくて美味しそうでしょ。なんて言ったって無農薬でこだわって作ってるからな。高級な肥料も使ってるし。うんうん、過去最高の出来栄えと言ってもいいでしょう。こだわっただけあって今年は豊作だね。特にバナナはね、バナナほどではないけど、ブドウもいい色してるし、粒もデカめで美味しそうだよね。リンゴも負けじと大きくできてるし、真っ赤っかで追加じりたくなっちゃうよね。村からはちょっと遠いし、虫や動物も多いけど、自然豊かな場所で大正解だったな。そうだね、かっこいいバッタにバッタ、それに小鳥のさえずりも気持ちいいよね。だね、それにこの果物もそろそろ市場に売り出しても良さそうだよね。市場だけじゃなくて果物狩りをオープンしようよ。よし、それなら明日は朝早く起きて収穫と果物狩りの準備しようよ。果物大好きっていう君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだ。幸せもいっぱいだね。私たちの作った果物を食べてもっと幸せになるのだ。食後のデザートはやっぱ必須だよね。ブドウにバナナ最高だね。取れたてをすぐ食べれるのが農家の醍醐味だよね。緊急速報みたいだね。緊急速報です。最近隣村で野菜や果物が盗まれる被害が多発してます。注意してください。え、これは他人事じゃないぞ。愛情込めて育てたフルーツが取られたら悲しいじゃん。って言っても隣村だし大丈夫なんじゃない。ダメ、カッシーくんは心配しすぎなのだ。そうかな。そんなことより明日は収穫で朝早いんだし、大事をとって早く寝た方がいいんじゃない。だね、今のところは大丈夫そうだし、僕の気にしすぎだったのかもな。そうだよ、果物狩りの反響も楽しみだし早く寝るのだ。おやすみ。おやすみ。お客さん喜んでくれるといいな。おやすみ。いい朝だな。二人ともおはよう、起きて。おはよう。おはよう。今日は待ちに待った収穫の日だよ。そういえばそうだったね。早く準備しないと。早速取るのだ。果物がほとんどなくなってるのだ。一体どういうこと。もしかして昨日ニュースで言ってた果物泥棒に盗まれたのかな。何か犯人が分かるような手がかりとかないかな。犯人の足跡とかないかな。めぼしい手がかりはなさそうだけどね。でも夜に盗んでるような音も聞こえなかったのだ。だね、これだけたくさんの果物を盗むんだったら僕たちが目を覚ましてもおかしくなかったよな。そんなことよりなんかうるさくない。向こうの方から声が聞こえるのだ。って、え？わー、野良人さんが激怒パンパンしてるよ。一体どうしたんだろう。話を聞きに行ってみよう。もしかしてあの人たちは被害に遭ったのかな。何かあったんですか。果物が来たの。せっかく楽しみにしてきたのに果物がないって怒ってるのだ。実は昨晩果物泥棒の被害にあって、今日は申し訳ないんですけど中止になります。本当にすいません。もう二度と来ないって言ってるよ。明日には何とかするんで、もう一度だけチャンスをください。本当にごめんなさい。すいませんでした。とにかくマージャン警察に電話だよ。マル、すぐにかけるのだ。もしもし、果物泥棒の被害に遭ったので今すぐ調べてください。事件を調べにここに来てくれるみたいだよ。おやたちだけで何かできることはないのかな。それなら犯人を捕まえるためにトラップを仕掛けようよ。いいね。でも一体どんなトラップを仕掛けるのだ。そうだな、犯人の手がかりはないから、バナ君あれだよ。落とし穴だね。そういうことです。まーちゃん、犯人の顔を拝むために家の前に監視カメラを設置しておこうよ。まる、これで絶対犯人が分かるのだ。
じゃあお次は果樹園の入り口にとっておきの落とし穴を作っていくよ。まずはここに深めの穴を掘って、これぐらいあったらいいかな。うん、十分十分。そしたら上に上がって、ここに TNT がセット、上にコンクリートパウダーをセット、さらにその上に間伐材をセット。犯人が果物を盗むためにこの間伐材を踏んだら TNT が作動して一緒に落ちていく寸法だよ。あとはこれを全員入り口につけていこうよ。まる、これなら絶対犯人も引っかかるのだ。バラオ君の作戦完璧じゃん。よし、早速取り掛かろう。まる、よし頑張れよ。ずいぶん時間経ったけど、バラオ君そっちどう？こっちは異常なしだね。まーちゃんは？こっちにも誰もいないのだ。おかしいな、今日はもう犯人来ないのかな。ん？誰か来たみたいだよ。こんな時間に誰が来たのかな。はい。わあ、警察さんだね。犯人捕まりました？いや、捜査をしてみたけど何もおかしなところはなかったみたい。それに今日は他の農園でも被害がいっぱいあったみたいだね。僕たち以外にも被害に遭ってるのか。ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。けど2日連続同じ園に泥棒には来ないだろうし、明日こそ収穫したいね。だね、僕たち以外にも被害に遭ってる人がいるんだったら果物はもうさすがに十分なんじゃないかな。きっとそうだよ。それに今日はトラップもたくさん作ってずっと見張ってたから夜も遅くなっちゃったし、早く寝ようよ。だね。おやすみ。おやすみ。明日こそはお客さんたちを絶対に喜ばせてやる。おやすみ。ふう、よく寝た。小鳥のさえずりは目覚ましに最適だな。二人ともおはよう。おはよう。おはよう。ん？何？朝から騒がしいね。一体何ですか？うわ、昨日の村人さんがまた怒ってるね。今日は果物狩りをやるんじゃなかったのか。だって、え、ま、まさか。わあ、めちゃくちゃ減ってるじゃん。ってことは落とし穴に犯人捕まってるんじゃないの？確かにね。ちょっと確認してみるよ。ん？どうしたの？作動した様子はないね。こっちも一つも作動してないのだ。そんな、これだけたくさんの果物盗まれてるのにおかしいよ。バナオ君、あれだけ自信満々に言っておきながら作り方失敗したんじゃないの？そんなわけないじゃん。おいおい、失敗の二文字はないはずだよ。ちょっと動作管理してみるよ。おお、完璧じゃん。バナオ君。じゃあね。ふう、えらい目にあったね。ごめんね、バナオ君疑っちゃって。完璧だったよ。でも作動はするのに犯人が捕まってないなんておかしいのだ。そうだ、それならさ、昨日仕掛けたあの監視カメラ、あの映像確認してみない？そうだね、おいらのトラップには引っかかってなくてもカメラにはバッチリ映ってるんじゃない？早速見てみるのだ。何か変わった様子ある？いや、今のそこ見当たらないけどね。怪しい人物もうろついてないのだ。って待って、果物が減ってない？本当だね。誰も入ってきてないのに果物だけなくなってるってこと？この事件、わけがわからないよ。もしかしたら落とし穴の存在に気づかれてマジックハンドとかで取られたのかな。うわ、それあるかもしれない。そんなわけないやろ。絶対何か道具を使ったんだよ。確かにマジックハンドはないかもしれないけど、道具を使った可能性は高いな。あ、それならこれだ、電気柵。この電気柵を高く囲んで道具を使っても取れないようにしようよ。それなら簡単には近づけるし効果抜群そうだね。感電ビリビリだよ。それならまた犯人が来ちゃう前に急いで作ろうよ。だね、急ごう。よし頑張るよ。とにかくとにかく高く囲んでいくんだ。二人とも当たらないように気をつけてね。そんなヘマはしないのだ。よし、これだけ高く積んでおけば大丈夫でしょう。当たらないように戻るのだ。ひぃ、なんかすごいビリビリするね。バナオ君、擦ってるよ。これだけ締めたら犯人もイチコロだね。バナオ君のおかげで効果があることだけ分かったのだ。
でもこれできっと大丈夫だよね。さすがにもう盗みようはないでしょう。だって絶対入るところないからね。今回の件で村人さんたちには迷惑かけちゃったし、赤字になるけど明日を楽しみにしてくれた人たちに果物無料食べ放題パーティーしようよ。それいいね。きっとみんな喜んでくれるよ。ダメ、あの怒ってた村人さんも許してくれるはずなのだ。よし、それじゃあ明日も朝早いし、犯人がいる様子もないしね。今日はもう寝ることにするのだ。おやすみ。おやすみ。泥棒に来てももう盗むものほとんどないからな。おやすみ。悲しいね。よしよし、今日もいい朝だ。バー君、マーちゃん、決戦の日だよ。おはよう。おはよう。今日は村を挙げての果物パーティー、早速準備に行こう。よし、行くよ。残った果物を全部狩るのだって。どうしたの？果物が一つ残らずなくなってるのだ。こんなに完璧な電気坂があるのに一体どうやって？道からは入れない、そしてフェンスからも入れない。となると犯人は空からやってきたの？いやいや、それはさすがにって。ん？鳥の大群だね。あれは渡り鳥、秋に大移動する鳥だよ。一体なんでこんなところに？なんか落としたね。これってもしかして僕たちが育てたリンゴだ。ってことはあの渡り鳥が犯人？いや、さすがに全ては食べれないよ。え？何この音？何あれ？イナゴサイクロンじゃん。イナゴは秋に大群で農作物を食べるって言われてる。それを公害って言うよね。もしかして無農薬だからバッタが食べちゃったんじゃん。にしてもこんなに綺麗さっぱりなくなるなんてあるのかな。だね、鳥とバッタだけでなんて考えにくいのだ。他にあるとすれば、近くに住んでいたのはバッタと渡り鳥と、あと何だったっけな。思い出せないね。一体なんだっけ。ってこれってコウモリ？コウモリは冬眠のために秋に栄養を貯めるんだよ。そうか、これが自然の脅威か。ん？ちょっと待って。え？どうしたのだ？大変な事態が起こってるよ。どうしたの？なになに？これ以上大変なことってある？なんでバナナだけ残ってるの？この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。